NS 火曜さん、いろんな人と、ま、コラボがあったり、いろんな人のコラボもね、あの、のテーブルに座って見たりしてたんですけど、もう、とにかく入れ替わり立ち替わりがすごいわけですよ、アーティストさんの。で、そんな中で、こう、バタ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 移動してるときに、声をかけてくれた美少女がいまして。で、それは、あの、私が以前、あの、警備員さんにね、間違って、あの、オーディション会場に連れて行かれた、あの、おなじみの、それでもおなじみの、乃木坂46の、えー、幾田恵り香ちゃんが、 話しかけてくれたんですけど、めっちゃ可愛くて、あまりの可愛さに声に出して、可愛いってもう言っちゃうみたいな、本人に向かって。なかなか、なんだろう、その声に出しちゃうっていうのはないじゃないですか、可愛いって思っても、面と向かって言っちゃうってことはあんまりないんですけど、あまりの可愛さにもう天使みたいで、で、なんかすっごいこう、私、皆さんと同じ、あの、レコード会社でってすごい説明してくれて、 うわぁ、可愛い,いとって思いながら、私はもう可愛いって言うしか言えないから、もうなんか、はい、みたいな状態になってて、<laughs> もう私、多分先輩だよね。結成考えるとや。先輩なのに何してんだろうって思いながら、もう、美少女相手にタジタジだったんですけど。よく考えたら、あの時さ、警備員さんに間違えられて、オーディション会場行かなくてよかったなと思って。もう、あんな可愛いい子ばっかりさ、オーディション会場いるのにさ、恥ずかしいよね。